ロシア軍がウクライナ軍の反攻に備えているとの情報を入手したよ。なんでもウクライナ南部のメルトポリで、120キロにもわたる3層構造防衛陣地を構築しているらしいな。この防衛陣地がどれだけウクライナを牽制できるか見ものだね。さて今回は、そんなウクライナ軍の反転攻勢を恐れるロシア軍の内部事情について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ東部で激戦が続いているバフムートでは、民間軍事会社ワグネルの創設者プリゴジン氏が市街地の8割を制圧したと主張しているのに対して、ウクライナ軍側では否定するなどして戦況情報が錯綜しているんだけど、アメリカのシンクタンク戦争研究所でもロシア側が優勢で 76.5% を制圧していると分析していることから、ウクライナ軍が押されつつあることは間違いないだろうね。ロシア軍の攻勢がバフムートを除いて全般的に停滞している現状の中、ウクライナ軍は NATO 加盟国やロシアの侵略を明日は我が身と受け止める東欧諸国などからの軍事支援を受けて、間もなく反攻作戦を展開することが予測されていて、特に南部のザポリージャ州からアゾフ海に出てヘルソン州を奪還し、その先のクリミア半島の奪還まで視野に入れている可能性が高いと指摘されているよ。イギリス国防省が4月12日に発表した戦況分析を見ると、3月下旬頃からウクライナ軍がザポリージャ州メリトポリ市内や周辺にハイマースによるピンポイント攻撃を加えていることが記され、ウクライナ軍が反攻を仕掛ける公算が高まっているメリトポリの北方地域では、ロシア軍が120キロにわたって塹壕が掘られた3層構造防衛陣地を構築していることが衛星画像などから明らかになったんだ。この3層構造防御陣地に関しては、最前線にいる部隊の後方に援護部隊が2段階に配置される形となり、イギリス国防省では防御側の兵力が多く、後方からの砲撃による支援がある場合なら手強い防御陣地となる可能性があるが、東部バフムートに兵力を集中していると見られるロシア軍がこの地域に分厚い兵力を展開できているか疑問であるとの評価を下しているぜ。またアメリカのシンクタンク戦争研究所も4月11日に、ザポリージャ州にはロシア軍の特殊部隊が展開している可能性を指摘していて、ウクライナ軍の反攻を阻止する動きを見せていることを述べているが、これが精鋭スペツェナズを指しているかどうかは不明だな。この3層構造防御陣地に関しては、これまでのロシア軍の戦術として伝えられるような後方の陣地に特戦隊を配置するのではないかと見られているよね。これまでもロシア軍は最前線の兵士が戦線離脱して逃亡したり降伏したりすることを防ぐために、後方に特戦隊と呼ばれる部隊を配置して、命令に逆らって交代しようとするだけでも容赦なく味方部隊に銃を向ける部隊がいると噂されているからね。ロシア軍ではウクライナ軍兵士に直接撃たれるよりも、味方との同士撃ちや特戦隊によって射殺される兵士の方が多いのではないかと揶揄されるほど、その活動は徹底しており、戦争研究所が示している特殊部隊とはロシア側が発表していた。ウクライナ軍の新機械化部隊対策用に対戦車ミサイルなどを装備した部隊、あるいは特戦隊としての役割を担っている部隊ではないかとの見方をする意見も多いぜ。去年のハルキウ州における反攻作戦の時用に、ウクライナ軍は反攻作戦については慣行令が徹底され、信頼できる情報はほとんど出されておらず、今もザポリージャ州が有力視されていながらも絶対的な情報は出ていないよ。それは当然とする中で、ウクライナのデニス・シュミハリ首相は4月11日、アメリカの新聞によるインタビューで、ウクライナ軍の反攻は遅くとも夏までに始められると先延ばしの意見が出ていて、これまでウクライナ政府内で囁かれていた反攻開始の時期は4月下旬ないしは5月とする見方が多かったんだけど、一転して不透明になりつつあるんだ。この背景には、ニューヨークタイムズ紙が報道したアメリカ国防省の機密文書が漏洩して SNS などで流出した事件によって、ウクライナ侵略戦争における様々な情報が明らかにされたことが最大の理由として挙げられるんじゃないかな。ウクライナ側はこの機密文書に書かれた情報は古いものであり、この情報に基づいた作戦はすでに変更されていると発信したけど、それを言ったために、
その文書が本物であると事実上認める形になってしまい、各方面に様々な波紋を引き起こしており、それぞれの文書には意図的に改ざんされた痕跡があると言われているが、実際のところ何が真実であったのかブラックボックス化してしまったってわけ。特にウクライナの反攻計画に関しては、アメリカ紙ワシントンポストが4月12日にウクライナ軍が計画している、大規模な反転攻勢の開始時期に関して、天候や米欧からの軍事支援が到着しないなど複数の要因で遅れていると報じ、さらにはインターネット上にアメリカ政府の機密文書が流出した問題で、ウクライナ軍の弱点が明るみになったことによって事態が複雑化してしまっているとも指摘していて、親ロシア派の喜ぶ形になっているぜ。このような状況の中で次の日の13日には、アメリカ連邦捜査局 FBI は、アメリカ政府の機密文書を漏洩させた犯人として、マサチューセッツ州の空軍州兵の21歳の兵士を逮捕して幕を閉じようとしたね。FBI の調べによると、この兵士が機密文書を撮影し、オンライン通信サービスのディスコードの中で招待制のグループ内で共有したことが発端であると言われていて、このグループにはロシア人やウクライナ人などのメンバー25名ほどが参加していることから瞬く間に広がったんだと思うよ。この男性兵士は昨年末頃から週に数件のペースでアメリカ政府の機密情報をグループ内で共有し始めていたらしく、当初は機密文書の内容を書き写したものをアップしていたけど、次第に文書そのものを撮影した画像を共有するようになったみたい。このディスコードのグループメンバーの話によると、この男性兵士はアメリカ政府に対して否定的な意見を持っており、アメリカの情報機関が真実を国民に隠蔽していると主張していたらしく、ロシアなど外国政府の関与は全否定していたよ。これらの情報をメンバーの一人が2月末にディスコードの別のグループに機密文書の画像を転載し始めたほか、3月にはさらに別のグループに画像が投稿されるなどして拡散されていき、4月に入ってからは世界的に利用者が多いテレグラムやツイッターなどにも画像が流出して、一気に拡散したという流れだな。そして、FBI は13日に国家防衛機密を公の承認なしに移動させ保持転送したとして、アメリカ東部マサチューセッツ州の空軍州兵であるジャック・テシェイラ容疑者を逮捕したが、ディスコードで回っていた時点で気づかなかった FBI のお粗末加減も懸念する部分だと思うぜ。このテシェイラ容疑者は IT 技術者であったことから、若くして機密情報を扱っているアメリカ国防総省のネットワークへのアクセス権を保有していたために今回逮捕することができたってわけ。今回の機密情報漏洩の原因が判明したことで、今後は防げると見られているが、反攻計画に見直しを迫られたウクライナ軍の次の展開を考えた際に、どのような反攻作戦に出てくるかというと、おそらく大きな変化はないという見方が強いな。今のザポリージャ州におけるウクライナ軍の動きに注目すれば、メリトポリ奪還を目指しているのは間違いないし、あとは西側諸国からの戦車や弾薬の届くタイミングを見計らって実行し、その後は予想通りにクリミア奪還も見据えているんだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。バフムートに展開しているウクライナ軍が2023年5月10日、東部ドンバス地方ドネツク州で激戦が続くバフムート近郊でロシア軍の歩兵部隊を撃退したと発表したよ。ウクライナのシルスキー陸軍司令官も、バフムートにおいてウクライナ軍が反撃を実施した結果、バフムートの近郊の一部の戦線においてロシア軍が最大で2キロほど後退したことを明らかにしたぜ。でも詳細については明かされていないままだね。さて今回はバフムートでの戦況について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。昨年からバフムート攻撃を継続しているロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者であるエフゲイ・プリゴジン氏が前日の9日に、バフムートの南西郊外に展開していたロシア正規軍の第72旅団が3平方キロメートルほどの陣地を失い後退したため、その影響でワグネル戦闘部隊は約500人の戦闘員を失ったと述べて怒りをあらわにしていたんだけど、
このウクライナ側の発表を裏付けるものと見られているよ。この第72自動車化狙撃旅団はロシア陸軍の中でも最精鋭と見られていて、バフムート周辺に配備されているロシア正規軍の部隊の中では最も強力な部隊とされているな。これによってウクライナ軍の反撃の程度や、どこまで前進してロシア軍を押し戻したのかについては不明ながら、マリウポリ籠城戦で名を挙げたアゾフ連隊の初代司令官を務めたアンドリー・ビレツキー氏が、ウクライナ軍第3突撃旅団がバフムートで第72自動車狙撃旅団の第6大隊と第7大隊をほぼ全滅させ、さらにはグネル戦闘部隊を撃破して領土を奪還したと主張して、ロシア軍使っていた戦闘車両の多くを破壊して、かなりの数のロシア兵を捕虜として捕らえたことを明らかにしたみたい。またビレツキー氏は、このロシア軍第72旅団の撃退に成功した反撃作戦についてさらに、戦線の幅3キロ及び重心 2.6 キロの戦域で実施されたとして、この地域がロシア占領軍から完全に解放されたと説明しており、プリゴジン氏が3平方キロメートルほどの陣地を失ったとの発言に関して、面積の多少の違いはあるもののそれを裏付けているとの声が出ているんだ。またウクライナ軍第3旅団の SNS における公式チャンネルにおいても、ここに日間バフムート南西部での反撃によって64人のロシア兵を排除したとして、ロシア軍に損害を与えた旨の情報を開示しており、ウクライナ軍当局も10日に第3旅団の第2大隊がロシア軍第72旅団が展開していた地域を攻撃する様子を撮影した動画を SNS 上で公開しているほか、アメリカのシンクタンク戦争研究所もまた、ロシア軍がバフムートのいずれかの戦線からロシア軍が撤退する様子が撮影された動画をツイッターで公開して、バフムートではロシア側は場当たり的な対応と指揮系統の失敗で、効果的な作戦実施が妨げられているとする分析を示しているぜ。このウクライナ軍第3旅団とロシア軍第72旅団が衝突したのは、バフムート西隣のイワニフスキーの南で、ロシア軍の支配下にあるクリチェイフカから見て西の地域で、多くの人はバフムートやイワニフスキーに向かって伸びているロシア軍の前線の側面に突破口を開いたと見ているんだけど、第3旅団がどこまで前進したのかについては情報がないんだって。また、ウクライナ軍はその南のバシキフカ近郊においてもロシア軍を東に押し戻していて、クルジュミフカやオザリアニフカ方面に向けて進撃しているとの情報もあるんだけど、こちらについても詳細はよくわかっていないというよ。いずれにしてもこれらの情報を総合すると、バフムート陥落寸前にまで追い込まれていたウクライナ軍が次第に攻勢に出ていることは間違いないとみられ、プリゴジン氏が指摘していた通りにウクライナ軍が側面を攻撃していると判断できるな。さらにドネツク州の南、州都ドネツクの西側においてもウクライナ軍が攻勢に出ているとみられ、マリンカの南に位置するポブジェダ付近まで進撃していたロシア軍部隊を東に押し戻して、ブーレダーの南あたりにおいてもエホリフカ方向に向けてウクライナ軍が前進しているのが動画や画像などで確認されているぜ。その他、ロシア軍が支配している可能性が高いとみられているベリカノボシルカの南東の地域でも、両軍の部隊が交戦していることが確認されているけど、これは位置的に見ておそらくはウクライナ軍が計画しているとされている反転攻勢作戦に向けての威力偵察の可能性が高く、ロシア軍が構築している防衛ラインを突破するのに際して脆弱な部分を探しているのではないかとの見方が出ているね。その一方ではグネルのプリゴジン氏の他にロシア側からバフムートに関する情報が流れてこないことについて、長期間攻め立てていたにもかかわらず、当初プーチン大統領が宣言した3月末までに陥落させることができず、さらには5月9日の対ナチスドイツ戦勝記念日にも間に合わなかったことから、もはやバフムートを陥落させても大々的に発表する意味がなくなったためではないかとの見方が出ているみたい。戦勝記念日前にプリゴジン氏が盛んに砲弾が足りないからよこせというのに全くよこさないとして、ショイグ国防相やゲラシモフ参謀総長を批判していて、5月5日には砲弾をよこさなければバフムートから撤退すると息巻いていたのが、
翌日6日に砲弾の補給が約束されたのでバフムートに残るとそれまでに発していた撤退するとの発言を翻したんだ。しかし、おそらくは戦勝記念日に間に合わなかったことでロシア正規軍はウクライナ軍の反転攻勢に備える方針に変わったと思われ、バフムートから部隊を撤退させてその他の戦線の守りを固めようとしている可能性があるとの指摘があり、まだ砲弾が要求した量の 10% しか届いていないとして我々は騙されたと騒ぐプリゴジン氏が、バフムートを陥落させられなかった責任を問われることを恐れて、ロシア正規軍が撤退したことがバフムートを落とせなかった理由だとしてワグネルの責任とされることを回避するために、今から喧伝しているのではないかとの見方もあるぜ。身内同士の責任のなすりつけ合いが始まるんだね。ウクライナにつけ入る隙を与えるようなものだと思うけど、シルスキー司令官が11日に明らかにしたところによると、よく訓練されて練度が高いワグネルの部隊がかなり疲弊しており、その代わりに訓練の不十分なロシア軍部隊が配置されたが、戦闘で我が軍に敗北して撤退しているとしていることからも、ここまで攻勢を続けてきたワグネル戦闘部隊の損耗が激しいことはまず間違いないだろうとされ、バフムートにおけるロシア軍の戦線が一気に崩壊する可能性が出てきたと指摘する声も聞かれているよ。ここまで攻勢を続けてきたワグネル戦闘部隊の損耗が激しいことはまず間違いないだろうとされ、バフムートにおけるロシア軍の戦線が一気に崩壊する可能性が出てきたと指摘する声も聞かれているよ。バフムートを守る部隊の一つであるウクライナ領土防衛隊の旅団を率いるロマン・フリシチェンコ旅団長が共同通信のオンライン取材に応じ、ロシア軍は火炎放射器や榴弾砲及びロケット砲による攻撃を激化させているが、バフムート市内はウクライナ軍の制御下にあるとしてこの先も徹底抗戦の姿勢を継続することを強調したほか、ロシア軍の後方の武器庫や補給路を効果的に叩くため、長射程の攻撃兵器が欲しいと訴えたんだ。そしてフリシチェンコ旅団長は、現在バフムートに展開しているウクライナ軍部隊は、領土防衛隊が主力であることを明らかにした上で、領土防衛隊の隊員は高い士気を保っており、装備や兵器充実していて問題はないと語ったな。このフリシチェンコ旅団長のコメントによって、バフムートでワグネルやロシア正規軍の猛攻に耐えていたのがウクライナ軍の正規軍ではなく、領土防衛隊であることが判明したぜ。西側のメディアや軍事専門家やインターネットに寄せられたコメントの中には、ウクライナ軍がバフムートに西側諸国から供与された戦車で編成された部隊を増援として送り込み、消耗させていると指摘する声があったが、それは単なるデマに過ぎず、バフムートを命がけで守っていたのは予備役による領土防衛隊であったことから、ウクライナ軍が西側の戦車によって編成された機甲部隊を、すべて反転攻勢に投入できることが明らかになったとされているんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。最近、クリミア半島で連続爆破が起きているよね。どうやらこれは新兵器テストだったということらしいぜ。クリミア大橋の大爆破がスタートの合図となるかもしれないね。さて今回は、クリミア半島での連続爆破について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2023年4月14日、ウクライナ国家安全保障国防会議初期のオレクシー・ダニロフ氏は、クリミア半島において頻発している爆発事件についてウクライナの軍需産業ウクロボロンプロムは新型兵器の開発や試験に従事しており、それらの兵器のテストは我々の領土で実施されるため、新型兵器のテストがクリミアで実施されているとしても何ら不思議ではなく否定できないという意味ありな発言をしたよ。また、クリミア半島に駐留しているロシア軍の部隊がウクライナ軍の反攻作戦を警戒して防御陣地を構築しようと、塹壕を掘っていることに関してロシア軍は私の発言を信じるべきで、彼らがどれほど塹壕を掘ったとしても我が軍の攻撃で絶対に助からないという殺戮の化身とも言える言葉を付け加えたよ。さらには、クリミア半島を奪還するため、国際法で禁じられていない数多の兵器の試験や使用を行う考えも示し、
ウクライナ軍のクリミア半島を直接攻撃可能な長射程兵器の開発が実用段階となっていることをほのめかしており、クリミア半島にあるロシア軍の基地や施設、あるいはロシア本土からの補給路として重要なクリミア大橋を破壊することもできると脅しているね。現在、クリミア半島に駐留しているロシア軍の基地や施設で発生している爆発は、ウクライナ特殊部隊などによる工作活動やドローン攻撃、あるいは現地住民のパルチザン活動などの可能性を指摘する声もあるけど、それらの爆発の中にはロケット砲弾などによる攻撃としなければ説明のつかないものもあり、ウクライナ軍の秘密兵器である可能性が囁かれていたんだ。ウクライナ防衛産業協会のイワン・ビンニク会長が2022年5月にビルカイムが初めて戦闘で使用され、射程を 150km まで延長した改良型の開発作業を進行中である。次は使用前のテストは行わず、いきなり実戦で試すだろうと語っていたことと今回のダニロフ初期の発言を合わせると、ウクライナ軍が噂の長射程攻撃兵器を隠し持っていることを示唆していると言っても良いだろうね。これまでに確認されたウクライナ軍の長射程攻撃兵器の情報をまとめると、その可能性が高まる兵器が6つ存在するんだ。5つ目はビルカイムの改良型で射程 150km のロケット弾で、これはウクライナ軍も運用している旧ソ連製の多連装ロケット砲システム BM30 スメルチから発射することが可能で、GPS 以外の誘導方式を採用していることから GPS が妨害された状況下でも狙い撃ちできるものだね。2つ目はウクライナ軍が新薬を受ける以前から開発を進めていた短距離弾道ミサイルフリムニで、2023年3月23日にロシア国防省がロシア国内に飛来したが撃墜したと発表したことで、ウクライナが試験的に撃ったものだと示唆されているよ。1991年に旧ソ連が崩壊後、ウクライナ国内に配備されていた全ての核兵器を放棄した際に、核弾頭を搭載可能な大陸間弾道ミサイル ICBM も放棄したため、ウクライナ軍が保有している弾道ミサイルは射程 120km の OKR-21 トーチカユーだけとなっていたよな。時の経過とともにトーチカユーの老朽化が進んで、近代化改修のために必要な技術知識や部品などはロシアの軍需産業から提供してもらうこともできず、国家安全保障国防会議が2006年に開かれ、トーチカユーよりも優れたミサイルシステムの国内開発を進めることを決定したぜ。その後、2016年にはサウジアラビアから4000万ドル約54億円の研究開発費を提供されて共同開発をする流れとなり、2019年4月に2発のフリムニが完成したことが報じられており、その後はウクライナとサウジアラビアそれぞれが1発ずつを保有して試験することになっていたんだけど、2022年2月24日にロシアによるウクライナ侵略が始まったことで開発情報が途絶えており、実戦配備までには至っていないのではないかと囁かれていたね。このフリムには射程距離が 500km 以上と言われており、ウクライナ軍が奪還したヘルソン州の地域から発射してクリミア大橋を破壊することも可能なんだって。もしウクライナ軍が多数保有していて、それらによる飽和攻撃を実施したら、ロシア軍がクリミア半島の防空体制を固めていたとしても奴らの破壊活動を止めることはできないだろうね。ロシア国防省の発表通りに撃墜したミサイルが本当にフリムニであれば、実戦において死者したとも考えられ、後々、ビンニク会長の発言が裏付け証拠にもなるからね。そして、三つ目は国会上でロシア海軍黒海艦隊の旗艦であった、スラバ級ミサイル巡洋艦モスクワを昨年の4月に撃沈したとされている。ウクライナの独自開発によって誕生した射程 300km の地対艦巡航ミサイルネプチューンの対地攻撃型への改修が完成したということになるよ。射程 300km であれば、ヘルソン州の州都ヘルソン市周辺からでもクリミア半島が射程圏内に入り、ドニプロ川を溶かしてノバカホフカまで進出すればクリミア大橋も余裕で射程に入るため、実用化に成功していればロシア軍にとって脅威となるんだ。四つ目は、軍需産業ウクロボロンプロムが昨年10月17日に、
最大 1000km の作動範囲と 75kg の弾頭重量を持つ無人航空機の開発がほぼ完了したと発表した UAV だね。この詳細は不明だが、現にウクライナは旧ソ連製のツポレフ141ストリーシというジェットエンジンによって、飛行する航続距離 1000km の偵察用ドローンを運用しており、今年の3月29日にクリミア半島中部のシンフェロポリ市付近にあるロシア軍航空基地付近でロシア軍が、ウクライナ軍のドローンを撃墜した際に爆発が起きたことにより、自爆攻撃型ドローンとして運用していることが分かったぜ。このストリーシと別のドローンを開発したのか、あるいは改良型を指しているのかは不明だが、ウクライナ軍が長距離を飛行して攻撃するドローンを保有していることは明らかだな。5つ目は、以前イギリスが極秘プログラムによって開発された、長距離飛行が可能な自爆型無人機をウクライナに送る可能性があると報じていたものだね。この極秘プログラムの詳細は明かされていないけど 3D プリンターを活用して製作された、垂直離着陸タイプの無人機やデルタ翼の自爆型無人機が含まれているとアメリカのメディアが伝えており、イギリス政府もウクライナに提供する長距離攻撃兵器を使用すれば、ロシア軍のインフラ攻撃能力を混乱させ、前線にかかる圧力を緩和するのに役立つと述べていたよ。最後の6番目は、アメリカが提供を約束した高機動ロケット砲システムハイマースから、発射可能な射程 150km の地上発射型小直径爆弾通称 GLSDB だね。これは弾頭に GBU-39SDB という航空機用の小直径 GPS 誘導滑空爆弾を使用し、ハイマースや M207 などのマース用の M26 ロケット弾のロケット推進ブースターを組み合わせたロケット弾なんだ。ただし、GLSDB は現時点でアメリカ軍でも配備されていないために在庫がなく、弾頭の GBU-39SDB の製造元のアメリカのボーイング社と、ロケットブースターとの接続を担当しているスウェーデンのサーブ社の連携が必要とされており、生産が追いついていない状況だぜ。ウクライナ軍がこれらの長射程兵器をすでに運用しているのかどうかは明らかとなっていないけど、大反攻作戦の成否の鍵になることは間違いなく、ロシア側は事前の活発な偵察や破壊活動が必要となるため、世界最強と謳われるスペツナズ特殊作戦軍の活躍が垣間見られるかもしれないね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ウクライナがあらゆる兵器を使用してクリミアを奪還すると宣言したね。ロシア軍はすでに弾薬不足で補給路断絶へとつながり、東部だけが膠着状態となっているな。実際のところ、ウクライナがクリミア半島を奪還する可能性はどのくらいあるんだろう？今回はそんなウクライナのクリミア半島奪還について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ軍によってクリミア半島奪還作戦を水面下で着々と進められている中、ウクライナのダニロフ国家安全保障国防会議書記がウクライナ軍はクリミア半島を奪還するために、国際法で禁じられていない範囲において、保有するすべての兵器を用い、あるいは試験的に使用するという内容文を SNS 上で明らかにしたよ。ついに全火力を持ってクリミア半島奪還に乗り出すわけだね。クリミア半島は2014年、当時の新ロシア派でもあり、ウクライナ第4代大統領ヤヌコビッチの政権が倒れた際に、ロシアが軍事介入して併合して以来、国連や西側諸国が認めていないもののロシアの統治下にあるところだな。ダニロフ書記はクリミア半島はウクライナ領であると逆に主張していて、ゼレンスキー大統領も再三にわたってクリミア半島を取り戻すと表明していることから、間もなく実施されると囁かれる大反攻作戦がクリミア奪還を視野に入れていると言って間違いないと思うぜ。面積がおよそ26,000平方キロメートルのクリミア半島はウクライナ南部ヘルソン州とつながり国海に突き出した形になっている島で、大陸と接続している地域西側にはペレコープ地境と呼ばれる、長さ 30km 幅 8km ほどで陸続きになっており、その東にはアゾフ海にかけてシバーシと呼ばれる浅い干潟が広がっていて、
大陸側から突き出ているチョンガル半島との間にある狭い海峡に鉄道道路併用橋が架けられて繋がっているよ。また、島の東端にあるケルチ半島の東側には、アゾフ海と黒海を隔てているケルチ海峡があって、ロシア南部のクラスノダール地方からクリミア半島に向かって突き出ているタマン半島の西端にはクリミア半島併合後に、ロシアが架けた欧州で最長を誇る 18.1km の鉄道道路も併用されたクリミア大橋があるんだ。ロシアに併合される以前のウクライナ領としては、クリミア自治共和国と大きな軍港を持つセバストポリ特別市に分かれていたけど、同国はウクライナでは唯一の自治共和国であり、港湾都市のセバストポリにある軍港がロシア海軍黒海艦隊に、期間限定で貸し出されていたことから、この共和国の管轄外としてウクライナ中央政府の直属都市となっていたね。そして2014年に併合された後、クリミア自治共和国はクリミア共和国と名前を変えてロシア連邦に編入されてロシア領となり、セバストポリはロシア連邦内で共和国扱いとなる連邦市として生まれ変わったってわけ。ロシアが2014年にクリミア半島を併合した経緯は、マイダン革命によって新ロシア派のヤヌコビッチ大統領が失脚して、その政権の崩壊をクーデターによるものとロシアが位置づけ、ウクライナへの軍事介入を行って統治し、その際にクリミア半島はロシア軍の完全支配下に置かれたが、その土地に住む住民投票の結果と判断によってロシアが併合を宣言したものなんだ。ウクライナはもとより国際社会の多くの国家が、この併合は非合法であると承認しておらず、国連総会において住民投票を無効とする決議を賛成100カ国、反対11カ国、棄権58カ国で採択され、クリミア自治共和国は国際社会においては法的に承認されているほか、クリミアタタール人の民族自治機関としてクリミアタタール民族会議メジュリスも活動しているよ。しかし、人口約230万人のクリミア半島では住民の約 60% がロシア人で占められ、ウクライナ国籍の人間は約 24% に過ぎず、住民の約 80% がロシア語を母国語として日常的に話しているため、マイダン革命の際にヤヌコビッチ政権の後を引き継いだ暫定政権がウクライナ語以外の言語を、地域公用語として認める法律を廃止した際には反発する動きがあったくらいだな。これは新ロシアという観点から見ても、東部ドンバス地方のルハンシク州やドネツク州の新ロシア派武装勢力の支配地域と同様の現象が起きているね。そして、ゼレンスキー大統領が2022年8月29日の国民向けビデオ演説の中でウクライナ軍はクリミア半島が併合されて以降、奪還を目標に掲げてきた。今回の侵略戦争は、ロシアが我々の領土であるクリミア半島を奪い、さらに東部ドンバス地方をも奪おうとしたことから始まった。この戦争は、我々がクリミア半島をロシアから解放することによって締めくくらなければならないと主張したため、身の危険を感じた多くのロシア系住民がクリミア半島からロシア本土へ脱出したみたい。クリミア半島はウクライナ南部ヘルソン州やザポリージャ州に展開するロシア部隊の出撃地となった場所でもあり、昨年4月11日にはプーチン大統領によってテロ警戒レベルが上から2番目の黄色に引き上げられており、島に駐留するロシア軍部隊ではウクライナ軍の進軍に備えてクリミア半島の要塞化を進めていることが伝わっているんだけど、クリミア半島のロシア系住民は今までの経緯から不安を強くしているんだと思う。ゼレンスキー政権においてクリミア問題を統括していてクリミアタタール人でもあるタミラ・タシェワ大統領代表が、ウクライナの国営テレビに出演して2014年にロシアが一方的に併合したクリミア半島をウクライナが、奪還しようとすることに住民が不安を募らせていて、大勢のロシア系住民が家を捨て、クリミア半島から脱出していると述べたよ。2014年以降、クリミア半島には50万人から80万人のロシア人が違法に暮らしているとゼレンスキー政権から言われていて、ウクライナがクリミアを奪還した際にロシア系住民にはウクライナの法律や国際法が適用され、強制的に国外退去処分となってしまうことを恐れているんだろうな。また、クリミア半島の先住民族であるタタール人を支援している、
エミール・イブラギモワ氏がウクライナのラジオ局のインタビューにおいてロシア系住民の多くは、いずれウクライナ軍が近い将来、クリミアを解放すると感じており、ウクライナから報復を受けることを恐れてパニック状態になっていると述べていたぜ。2022年8月にはクリミア半島南西部にあるロシア海軍の航空基地で爆発が発生し、ウクライナ軍による攻撃の可能性が高いと報じられた際にも、多くのロシア系住民がクリミア大橋からロシア南部のクラスノダールに逃れ、その車列によって渋滞が発生している様子の映像が SNS でアップされていたんだ。ウクライナでは2023年4月2日にダニロフ書記がクリミア解放に向けた12のステップと題したクリミア半島の解放計画を発表しており、その内容はクリミア半島が解放されてウクライナ領に戻った場合のクリミアや、ロシアの占領政策に協力した住民の取り扱いに関する12項目に及ぶ方針で、ロシアが同等を併合した2014年2月以降の不動産取引の無効化、ロシアの占領政策協力者の起訴、ウクライナへの敵対行為を指導したロシアの協力者に対する厳しい処罰などの罰則のほか、ロシアのプロパガンダに共鳴した住民に対する政策などが示されていたね。ウクライナの脅しによってクリミア半島から脱出するロシア系住民が絶えず、ロシアが指名したクリミア共和国のセルゲイ・アクショーノフ市長は、クリミア半島にはウクライナの反転攻勢に対する備えはできているとして住民を安堵させようと努力しているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。クリミア半島で連続爆破が起きているんだけど、どうやらこれって新兵器のテストだったみたいだよ。ハイマースによるテストっていうのがもっぱらの噂だな。クリミア大橋を爆破するための試験段階ってことかな？これがスタートの合図になりそうだね。今回はそんなクリミア半島での連続爆破について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2023年4月14日、ウクライナ国家安全保障国防会議書記のオレクシー・ダニロフ氏は、クリミア半島において頻発している爆発事件についてウクライナの軍需産業ウクロボロンプロムは新型兵器の開発や試験に従事しており、それらの兵器のテストは我々の領土で実施されるため、新型兵器のテストがクリミアで実施されているとしても何ら不思議ではなく否定できないという意味あり発言をしたよ。また、クリミア半島に駐留しているロシア軍の部隊がウクライナ軍の反攻作戦を警戒して、防御陣地を構築しようと塹壕を掘っていることに関してロシア軍は私の発言を信じるべきで、彼らがどれほど塹壕を掘ったとしても我が軍の攻撃で絶対に助からないという殺戮の化身とも言える言葉を付け加えたんだ。さらには、クリミア半島を奪還するため、国際法で禁じられていない数多の兵器の試験や使用を行う考えも示し、ウクライナ軍のクリミア半島を直接攻撃可能な長射程兵器の開発が実用段階となっていることをほのめかしており、クリミア半島にあるロシア軍の基地や施設、あるいはロシア本土からの補給路として重要なクリミア大橋を破壊することもできると脅しているみたい。現在、クリミア半島に駐留しているロシア軍の基地や施設で発生している爆発は、ウクライナ特殊部隊などによる工作活動やドローン攻撃、あるいは現地住民のパルチザン活動などの可能性を指摘する声もあるけど、それらの爆発の中にはロケット砲弾などによる攻撃としなければ説明のつかないものもあり、ウクライナ軍の秘密兵器である可能性が囁かれていたね。ウクライナ防衛産業協会のイワン・ビンニク会長が2022年5月にビルカエムが初めて戦闘で使用され、射程を 150km まで延長した改良型の開発作業を進行中である。次は使用前のテストは行わず、いきなり実戦で試すだろうと語っていたことと今回のダニロフ書記の発言を合わせると、ウクライナ軍が噂の長射程攻撃兵器を隠し持っていることを示唆していると言っても良いんじゃないかな。これまでに確認されたウクライナ軍の長射程攻撃兵器の情報をまとめると、その可能性が高まる兵器が6つ存在するよ。1つ目はビルカエムの改良型で射程 150km のロケット弾で、
これはウクライナ軍も運用している旧ソ連製の多連装ロケット砲システム BM30 スメルチから発射することが可能で、GPS 以外の誘導方式を採用していることから GPS が妨害された状況下でも狙い撃ちできるものだね。二つ目はウクライナ軍が新薬を受ける以前から開発を進めていた短距離弾道ミサイルフリムニで、2023年3月23日にロシア国防省がロシア国内に飛来したが撃墜したと発表したことで、ウクライナが試験的に撃ったものだと示唆されているよ。1991年に旧ソ連が崩壊後、ウクライナ国内に配備されていた全ての核兵器を放棄した際に核弾頭を搭載可能な大陸間弾道ミサイル ICBM も放棄したため、ウクライナ軍が保有している弾道ミサイルは射程 120km の OKR-21 トーチカユーだけとなっていたな。時の経過とともにトーチカユーの老朽化が進んで、近代化改修のために必要な技術知識や部品などはロシアの軍需産業から提供してもらうこともできず、国家安全保障国防会議が2006年に開かれトーチカユーよりも優れたミサイルシステムの国内開発を進めることを決定したぜ。その後、2016年にはサウジアラビアから4000万ドル約54億円の研究開発費を提供されて共同開発をする流れとなり、2019年4月に2発のフリムニが完成したことが報じられており、その後はウクライナとサウジアラビアそれぞれが1発ずつを保有して試験することになっていたのだが、2022年2月24日にロシアによるウクライナ侵略が始まったことで開発情報が途絶えており、実戦配備までには至っていないのではないかと囁かれていたってわけだ。このフリムには射程距離が 500km 以上と言われており、ウクライナ軍が奪還したヘルソン州の地域から発射してクリミア大橋を破壊することも可能であり、もしウクライナ軍が多数保有していて、それらによる飽和攻撃を実施したら、ロシア軍がクリミア半島の防空体制を固めていたとしても奴らの破壊活動を止めることはできないだろうな。ロシア国防省の発表通りに撃墜したミサイルが本当にフリムニであれば、実戦において死者したとも考えられ、後々、ビンニク会長の発言が裏付け証拠にもなるよね。そして、三つ目は国会上でロシア海軍黒海艦隊の旗艦であった、スラバ級ミサイル巡洋艦モスクワを昨年の4月に撃沈したとされている、ウクライナの独自開発によって誕生した射程 300km の地対艦巡航ミサイルネプチューンの対地攻撃型への改修が完成したということになるんだ。射程 300km であれば、ヘルソン州の州都ヘルソン市周辺からでもクリミア半島が射程圏内に入り、ドニプロ川を溶かしてノバカホフカまで進出すればクリミア大橋も余裕で射程に入るため、実用化に成功していればロシア軍にとって脅威となるからな。四つ目は、軍需産業ウクロボロンプロムが昨年10月17日に、最大 1000km の作動範囲と 75kg の弾頭重量を持つ無人航空機の開発がほぼ完了したと発表した UAV だね。この詳細は不明だが、現にウクライナは旧ソ連製のツポレフ141ストリーシというジェットエンジンによって、飛行する航続距離 1000km の偵察用ドローンを運用しており、今年の3月29日にクリミア半島中部のシンフェロポリ市付近にあるロシア軍航空基地付近でロシア軍が、ウクライナ軍のドローンを撃墜した際に爆発が起きたことにより、自爆攻撃型ドローンとして運用していることが分かったぜ。このストリーシと別のドローンを開発したのか、あるいは改良型を指しているのかは不明だが、ウクライナ軍が長距離を飛行して攻撃するドローンを保有していることは明らかだよな。5つ目は、以前イギリスが極秘プログラムによって開発された、長距離飛行が可能な自爆型無人機をウクライナに送る可能性があると報じていたものだよ。この極秘プログラムの詳細は明かされていないが 3D プリンターを活用して製作された垂直離着陸タイプの無人機や、デルタ翼の自爆型無人機が含まれているとアメリカのメディアが伝えており、イギリス政府もウクライナに提供する長距離攻撃兵器を使用すれば、ロシア軍のインフラ攻撃能力を混乱させ、前線にかかる圧力を緩和するのに役立つと述べていたぜ。最後の6番目は、アメリカが提供を約束した高機動ロケット砲システムハイマースから、
発射可能な射程 150km の地上発射型小直径爆弾通称 GLSDB となっているよ。これは弾頭に GBU-39SDB という航空機用の小直径 GPS 誘導滑空爆弾を使用し、ハイマースや M207 などのマース用の M26 ロケット弾のロケット推進ブースターを組み合わせたロケット弾だな。ただし、GLSDB は現時点でアメリカ軍でも配備されていないために在庫がなく、弾頭の GBU-39SDB の製造元のアメリカのボーイング社と、ロケットブースターとの接続を担当しているスウェーデンのサーブ社の連携が必要とされており、生産が追いついていない状況だぜ。ウクライナ軍がこれらの長射程兵器をすでに運用しているのかどうかは明らかとなっていないんだけど、大反攻作戦の成否の鍵になることは間違いなく、ロシア側は事前の活発な偵察や破壊活動が必要となるため、世界最強と謳われるスペツナズ特殊作戦軍の活躍が垣間見られるかもしれないね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2022年2月24日に始まったロシアによるウクライナ侵略戦争は1年と2ヶ月が経過し、ウクライナ国内 1000km にも及ぶ戦線はウクライナ軍もロシア軍もともに消耗が激しく、膠着状態となっているよ。この戦争においては、これまでの軍事常識が覆されるような新しい流れがたくさん生じていて、その中でも最たるものがドローンだろうな。ドローンって農業用のものは結構活躍していたけど、軍事用の中でも攻撃型はあんまり認知度は高くなかったもんね。さて今回はそんなウクライナ戦争において偵察監視攻撃での重要性が高まり続けるドローンについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。開戦前から国際社会においてもドローンの軍事利用に着目する流れはあったものの、そのほとんどは偵察や監視用としての活用であって、攻撃にドローンを使用する戦術については各国で検討されている段階であり、様々な攻撃用ドローンが開発されていたもののまだそれほど脚光を浴びてはいなかったんだ。ドローンとは英語でオスのミツバチの意味があり、航空撮影や農薬散布などの民生利用で脚光を浴び始めていたラジコン操作による、超小型の無人航空機アンマンドやリアルビークル UAV の飛行音が、蜂が飛び回る際のブーンという歯音に似ていることからその名が付けられてとされているよ。ドローンといえば一般的には無人航空機のことを指すが、その他にも無人水上艇アンマンドサーフェスビークル USV や、無人水中機アンマンドアンダーウォタービークル UUV などもあり、これらも民生用が主流で軍事用の水上水中ドローンは生まれていたものの、まだ研究開発段階であったらしいな。日本においても防衛省がその重要性について着目しだしたばかりであり、航空自衛隊にアメリカ製の無人偵察機 RQ-4B グローバルホークが導入されることになり、2022年3月12日に初号機がアメリカのノースロップグラマン社の工場から遠隔操縦で、太平洋を越えて青森県の三沢基地に飛来したんだ。グローバルホークは全長 14.5 メートル全幅 39.9 メートル全高 4.6 メートル、空挙重量 6710kg で最大離陸重量は 12,211kg 搭載可能なペイロードは 1360kg、ロールスロイス社製ターボファンエンジン1機を搭載し、巡航速度 570km/h で36時間飛行可能で航続距離は 22,779km とされているね。航空自衛隊では三沢基地にこの130名規模のグルーバルホーク運用部隊を配置して運用しているが、それはあくまで偵察用であり、日本の防衛事情にはドローンによる攻撃など全く視野に入っていなかったぜ。それがこのウクライナ侵略戦争では、ドローンは戦前に予想されていた偵察監視用の空の目として戦場においては、情報収集の上で欠かせない重要な監視システムとしてその価値を発揮したのは当然として、さらには上空から敵を発見するだけでなく、その敵の兵士や陣地あるいは戦車や装甲車などの戦闘車両に対して、ドローン自らが爆弾を投下しミサイルを発射する攻撃が有効であることが証明されたね。大活躍の働きぶりだったもんね。
ウクライナ軍では2019年からトルコのバイカル社製の無人偵察攻撃機バイラクタル TB2 を導入していたけど、ウクライナに侵攻直後は首都キーウを攻略する勢いであったロシア軍の進軍が停滞していることが伝えられ始めるとともに、このバイラクタルによってロシア軍の戦車や装甲車が破壊される動画が SNS などで公開されるようになり、ウクライナ軍がバイラクタルを巧みに活用して最高の戦果を上げていることが明らかにされたってわけ。バイラクタルは中高度長時間対空型無人戦闘航空機 UCAV に分類され、基本的には遠隔操作であるんだけど、自律的飛行も可能で、そのシステムは6機の本体、2台のトラックで移動可能な地上管制ステーション GCS、3台の地上データ端末 GDT、2台の遠隔ビデオ端末 RVT と地上支援装置で構成され、人工衛星情報なども利用しながら地上のパイロットが操縦を担当し、その他にペイロードオペレーター、ミッションコマンダーがそれぞれ指揮、制御、監視を行って運用されるよ。主翼下に4箇所のハードポイントがあり、長距離対戦車ミサイルや小型精密誘導爆弾、レーザー誘導ミサイル及びロケット弾などを最大 150kg 搭載でき、中でもレーザー誘導滑空爆弾 MAM は 200mm の厚さの装甲を貫通する威力があり、これで攻撃されれば戦車といえどもひとたまりもないよね。ウクライナではこのバイラクタルや、アメリカなどから供与された歩兵携行式の対戦車ミサイルジャベリンが、ロシア軍の戦車装甲車等の戦闘車両を破壊して大きな戦果を上げていることから、一時はバイラクタルを称える歌が作られたり、ロシアへの抵抗の象徴としてジャベリンを聖ジャベリンと呼び聖人として称えたりされてもてはやされていたな。このバイラクタルの戦果によって攻撃用ドローンの有用性に着目したウクライナは、アメリカに対して攻撃型ドローンの提供を望み、アメリカ政府は自国で開発していた攻撃型ドローンスイッチブレードの供与を決定したよ。アメリカのエアロバイロンメント社製のスイッチブレードは空飛ぶショットガンとも呼ばれ、目標上空に到達した後に急降下によって爆撃する自爆型ドローンで、スイッチブレード300とスイッチブレード600の2種類があるんだ。2010年にアフガニスタンに派遣されたアメリカ軍が装備していたもので、長さ約60cm、重量 2.7kg ほどの大きさのためにリュックなどで歩兵が携帯可能であり、1機のコストが$6000約72万円ほどと安価であることが特徴とされているね。衝撃によって爆発する弾頭を有し、上空を徘徊しながら操縦士の視界外の目標を発見すると追跡して攻撃することが可能で、小型のスイッチブレード300では最大 10km 先の目標を攻撃でき、大型のスイッチブレード600であれば 32km 以上先の目標も攻撃できるとされ、いずれのサイズのドローンシステムも数分で発射準備が完了となり発射することが可能なんだって。ちなみに、このような自爆攻撃型ドローンのことを神風ドローンと呼ぶ風潮があり、特に海外のメディアが自爆攻撃を表現する名称として使用していたが、日本の軍事ジャーナリストの中にもドローン関連記事を書く著述家の S 氏など、自爆攻撃型ドローンについてこの神風の名称を使っているのであるが、神風とはすなわち、太平洋戦争時にたくさんの若者が命を散らした神風特別攻撃隊を意味するものであり、国民感情として自爆攻撃型ドローンを神風と呼ぶことを不快とする声がインターネット上や SNS などに多数挙げられているぜ。この自爆攻撃型ドローンにはロシア軍も着目していて、イランからシャハド136などの自爆攻撃型ドローンを多数購入して、ウクライナ国内の民間インフラ施設などを標的とする攻撃を展開しているみたい。これらの自爆攻撃型ドローンは総じて速度が遅いため撃墜されやすいんだけど、安価であることから一つの目標に一度に大量に飛翔させる飽和攻撃が可能で、その場合多くを撃墜したとしても数機が迎撃を逃れて命中することで大きな被害を引き起こすんだ。そしてウクライナ軍においても、アメリカをはじめとする北大西洋条約機構NATO諸国から供与された、スイッチブレードなどの自爆攻撃型ドローンの他に、自国の民生用ドローンを回収して使用したり、安価であるために積極的に購入したりして保有数量を増やそうとしているな。
ウクライナは先日、アメリカのワンウェイアエロスペースという、これまでほとんど知られていなかった兵器メーカーの AQV-100 スカルペルという爆弾を搭載した小型ドローンのライセンス生産契約を結び、ウクライナ国内に工場を作り毎月数千機規模で生産するんだって。また、オーストラリアの SYPAQ システムズが開発して製造しているコルボ PPDS と名付けられた、段ボール製の安価に購入できる使い捨てのドローンを導入する計画があるとの情報があり、このドローンを自爆攻撃型ドローンに改修して使用するのではないかとする声があり、この先様々な自爆攻撃型ドローンが登場する可能性があるとの見方が広がっているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。